はようございます。元バンディット 400V です。2019年1月26日土曜日8時18分です。今回も張り切って元ブログやっていきましょう。天気はいいですね。ただ寒いな。もしかすると、今シーズン一番寒いかもしれないですね、走ってる時間帯としては。関東最低気温確か1度か2度で、まあ、今もまだ5度になってないんじゃないかなと思います。かなり寒いかなと。水曜日に開封動画ということで、アクションカメラの外部マイク2本ですね、紹介しました。で、先週はそのうちの1本、3話サプライのマイクを使って走ったんですけども、今日は、エレコムのピンマイク、これで撮影してますっていうか、まあ、音取ってます。紹介動画でも言ったんですけども、なんかすごいでかいですね、ピンマイクとしては。なんで、まあ、音が良かったとしても、このでかさっていうか、このでかいマイクをこの先ずっと使っていくかはちょっとよく分かんないですね。なんて言うんでしょう、その置き場所に困るっていうか、マイクの設置場所って言うんですかね。はい、今日使用したエレコムのマイクなんですけども、見えますかね、こんな形でつけてます。とにかくでかいんですよね、カメラが、カメラじゃないや、マイクが。これなんですけども、こんなでかいんです。見えますかね、ここで。なんでインナーに仕込むっていうよりも、なんかこう乗っけてるっていうんですかね、なんかそんな形で今日は、音を取りました。はい、以上です。マイクテスト、マイクテスト、エレコムのピンマイクで撮影録音してます。家の中なんで、雑音等は多分入ってないと思うんですけども、まあ部屋の中での音量はこんな形で取れてます。もう一個お話ししたくて、まあ、来年、日本で開催されるオリンピック、聖火ランナーに応募したいなと、走ってみたいと思ってます。確率多分すごく低いんで、まあ、そこは 運任せなんですけども、過去に実は、日韓共催のワールドカップサッカーの試合が、日本と韓国しつこいなで、日本がその時決勝リーグに勝ち上がって、決勝リーグの1回戦で負けちゃったんですけども、これ実は宮城県で、試合しました。で、私当時仙台に住んでまして、チケットの申し込み、決勝リーグを申し込んだんですけども、まあ、別にどこでもいいかなと思ってダメ元で申し込んだんです。確か北海道とか九州とかいっぱい会場あったんですが、まあ、当たるかどうかも分かんないしっていうんで、まあ、地元の宮城県を、選んで申し込んだら、まあ、あれよあれよという間に2次抽選3次抽選ぐらいで最後に当たりましたよって驚きなんですけども、で、まあ、そんなのも、見た経験がありますし、あとは、楽天イーグルス
楽天イーグルスがちょっと何年前か7、8年前でしたかね、もっと前ですね、あの球団ができて、開催試合はあのホームじゃなくって、ビジターゲームだったんですけども、たまたまホームの当時宮城球場、フルスタって言いましたかね、フルキャストスタジアムとかっていう名前で、ホームゲームやったんですけども、それにたまたま当たりまして、でそれもなんか見た記憶があります。あの全てが全てそういう抽選が当たってるかっていうのはあれなんですけども、なんかそのスポーツ系のそういう、ところっていうか、あのイベントでなんかこう運が、今まで良かったんで、まあ、そこで使い果たしてなければいいんですけども、あのオリンピックも申し込んで、できれば、走ってみたいなと思います。はい、以上です。今回の話は天然物と、養殖物どっち選びますかってことなんですけども、特にあの海産物、お魚系に多いんですけども、天然と養殖っていうのが、まあ、全てが全てじゃないんですけども、まだあの、技術的に確立されてなくって養殖ができないっていうものもあるんですが、まあ、牡蠣とかですね、まあ、ブリとか、よく見ると思うんですけども、天然物と、まあ、養殖物と、皆さんどっち選びますかね。まあ、値段にもよると思うんですけども、天然と、養殖って、食べて皆さん分かりますかねと。私はあの多分無理です、無理だと思います。あの2つ並べて同時に食べさせられたら、あの味の違いは分かると思うんですけども、どっちが天然でどっちが養殖かっていうのが、あのそもそも知識ないんで分からないです。でも普段スーパーで買うときはなんかこう、どっちしようかなって悩んで買ってるんですかね。だからなんだろう、その味の違いがあのそもそも分かんないのに、養殖だ天然だって選んでること自体がなんかおかしいような気がしてますし、まあ選択肢がないっていうのも寂しいかなと。鼻が出てくる。ということで、わかんないのになんかこう勝手な判断して、買い物してるんだなと、改めて感じた次第です。何があった？何があったんでしょう。前の車、どうしよう。もうちょっと回してみようか。何が起きてんだろう。わかんないな。なんだろう、事故か。事故かもしんない、ね、今回のフォトブログはこの辺で終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。